はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、超人気店ラーメン三浦屋さんに訪れております。こちらのお店はですね、この葛飾区金町駅目の前で行列ができる超人気な家系ラーメン店となっておりまして、本日はですね3月にちょっと味をリニューアルされたということで、通常の並盛りをいただきつつ、今回は特別にですねちょっと持参したすり鉢に特大のデカ盛りラーメン作っていただこうかなと思っております。今日はですねちょっとオープン前ですので、しっかりとゆっくり味わいながらいただいていこうと思います。もう1杯目ですね、並盛りの方は作っていただいておりますので、完成するまでねもう少々お待ちしたいと思います。入ります。いただきます。いただきます。ということでですね、本日いただくこちら1杯目ですね、1杯目にいただきますのがこちら通常のラーメンで、しかもですねトッピングは上で注文させていただきました。早速ね、あー念願だわ。いただきます。スープよスープ、うわうまそういただきます。うわ止まんないこれ。家系らしいね、骨出しはもちろんなんですけど、肉のうまみだったりとか、そこにかかる生姜のほんのりとした風味かな。うまいなこれ。ちょっと麺いきましょう。贅沢にトッピングいっちゃおう。のり、ネギ、ほうれん草としっかり浸してね贅沢これ。うまっ、うん、まっ。今日来てマジでよかった。本日一食目にこのラーメン一杯目いただくの最高に幸せすぎるわ。せっかくなのでね、火入る前にこの低温チャーシューとこの麺をくるみまして、うん、でもこの家系らしさもありますけど、なんか中華そばっぽい良さもあったりとか、ちょっと魚介でこのまたちょっと生姜っぽい風味とか、なんかいろんなものが相まって家系だけじゃない旨味というか今日ちょっとすりパチをねこの後いただきますんで、頼んではないんだけど、これ絶対にやっぱ米合わせたいですねでこれですね、申告していただくと無料で提供される泡というですね、この魚介の香りが入っているトッピングをねいただいてまして、ここにトッピングでかけちゃいましょう。あーわうまっ。うん、カツオ系の甘みなのか、いい感じのね魚介の甘さっていうのが際立って、またねちょっと一味変わりますね。うまいな。トッピングに穂先わかめとか販売してるんですけど、それと合わせたらまたうまいかも。ちょっと最後味玉でね。ラーメン屋今日もあっという間だなこれ、うん、ちょっとひとまず一杯目これ超ラーメンごちそうさまでした。家系ラーメンとかじゃなくてもう三浦屋って思うんですねもうこれは。いやすごいな。いいよ。うーでかということでですね、本日いただくこちらデカ盛りが完成しました。本日は麺8玉入った特製デカ盛りということで、いろいろねチャーシューであったり味玉、お肉、お野菜、海苔と大量にね乗せていただいております。先ほどもいただいた一杯ですが、なんかでかいとねテンション上がりますね。改めていただきます。もうどんどんちょっとね茹でたての麺をいきたいので、伸びる前にそこからいっちゃいましょう。熱い。うん。
な。湯気すごい。うまいな。いや、うまいな。本当にね、このラーメン家系とかなんだってよりかはもう三浦屋系ですね。何かに似てるとかではなくて、もうここだけのラーメンなのよ。めちゃくちゃうまい。僕もですね、この撮影でお世話になった以外に、うちの妻と一緒にね、私生活で三浦屋さん来るぐらいですね、もうファンなんですけど、改めてこのリニューアル後のラーメン、うまいな、幸せだな。正直今日のこの撮影でさらにファンになってしまいました。でもせっかくですから、ちょっとこの辺りで少し味変してみようかな。こちら三浦屋さんの卓上にはですね、ニンニクで一味の醤油漬けに、これマヨネーズとありまして、それ以外にも、ね、胡椒系もあるんですけれども、ホワイトペッパーかな、ひとまずね。うわ、めっちゃ香りいい。うう、白胡椒めっちゃ合うなこれ。うん、一気にね、中華そばによる感じ、最高にたまんねえな。ちょっとこの辺りでですね、この家系に寄せる感じのイメージで、黒胡椒とニンニクと、いやこれまた絶対合うでしょ。うわ、うまっ。やっぱね、ベースがしっかりと家系と中華そば両方のうまみを持ち合わせてるんで、調味料次第でね、味の方向性を変えられるのもまたいいね。あ、今日も足んないなこれ。
そしたら本日ですね、こちらが最後の具材でございます。ということでですね、本日こちらラーメン三浦屋さんのリニューアル後のラーメン、しっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。いやー、今日はですね、いつも通り並盛りいただきつつ、デカ盛りをね食べましたけれども、いやー、やっぱこれってよかったね。もちろんですね、昔から本当に行列ができるほど人気店ということで、やっぱりね、この味を求めて並んでしまう気持ちはすごくわかります。しかもですね、今回のこのリニューアル後ということで、新たなねラーメンもいただきましたけれども、またね、今までのものと違った良さがある、全く別の顔をしたね最高のラーメンでございました。気になる方はね、ぜひ一度食べていただきたいですし、3月まではお昼営業のみでこのラーメンを出していたんですけれども、4月からは夜営業も開始しまして、夜の部には以前提供されていた通常の三浦屋さんのこの家系らしいラーメンなんかもね提供していただけるということでしたので、時間をね分けつつですね、皆様のその日その日食べたいラーメンを狙って、この三浦屋さんのね美味しい一杯食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。